にちは、平山愛子です。今日は自家製の豆乳を使って朝のスムージーを作っていきたいと思います。ぜひ最後までゆっくりご覧ください。スムージー基本的に何入れてもいいと思うんですが、豆乳を使うので今日はバナナにしたいと思います。私が豆乳を作るのはニトリで買ったガラスキャニスターに木の蓋がついているものです。まあ、例えばガスパチョとかね、こう冷製スープを作ってもすぐ蓋ができて冷蔵庫に入れられるのでとってもおすすめです。我が家では、バナナ完熟させて冷凍してあるのでこちらを使っていきます。私1人分なので、バナナ2個ぐらい。そして私はね、必ずブロッコリーのこういう葉っぱとか芯とか枝とかの部分入れています。ブロッコリーって野菜なんですけれども、タンパク質も入ってますし、あとはビタミン C 含有量がレモンの3倍ぐらいと言われているので、とても体によくて免疫力もつきますので、我が家は結構ブロッコリー欠かせませんので、ブロッコリー入れていきます。今日はね、ちょうど昨日ブロッコリーを買ったので生のものありましたけれども、そうじゃない場合はもうこういう芯とか葉っぱはもう私細かく刻んで冷凍庫に入れてますので、そこから入れていきます。そして豆乳ですね。もうちょっとなので全部入れちゃいました。あと今日はヨーグルトがあったので、ちょっとねこれ面白いなと思って買ったんですが、生きているキフィア菌と乳酸菌と酵母のダブル発酵ということで、はい、発酵食品もね結構積極的に摂るようにしてますので、こちらも今日は入れていきたいと思います。本当に朝飲むには少しずつの食材でもいいので、ちょっとね種類を多めにね使ってあげるといいかなと思います。そして最後にホールフーズマーケットで買った野菜パウダー小さじ1杯くらいかな入れていきます。そして蜂蜜を少しだけ入れていきます。蜂蜜って蜂がね集めてくれるんですけれども、蜂のね体の中でグルコースとフルクトースに糖質を分けてくれるので、消化にねものすごく負担がかからないんですよね。蜂蜜ってものすごくこうエネルギー源にもなる上に消化に負担がかからないので、こうやってねちょこ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 蜂蜜も摂取していただけたらなと思います。こちらバーミックスで混ぜていきます。完成しました。コップに入れていきます。私は平日忙しい時はメイソンジャーに入れて飲んだり、まあ、休日はねこうやってね好きなグラスに入れていただいたりします。このグラス可愛くないですか。ハワイで大好きなお店ピアワンインポートっていうんですけど、そこで買ったグラスです。ではいただきたいと思います。うん、飲みやすいです。豆乳のこう大豆っていう感じがちょっとね完熟したバナナでこう緩和されていて、ブロッコリーが結構ちょっとつぶつぶっと残っていて、飲み応えというか食べ応えというか結構ね満腹感も得られる感じで、ヨーグルトもそんなに酸味が強すぎないのでものすごく飲みやすくて美味しいです。もうね無調整の豆乳買ってきてもいいんですけれども、簡単にね大豆だけで作れるので無添加の、豆乳のスムージーぜひ試していただきたいなと思います。今日は、自家製の豆乳を使って、朝のバナナスムージーを作ってみました。ちょっとでも参考になったなと思っていただける方がいらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。